三重県内で候補者擁立を進めます。日本維新の会三重県総支部は、次の衆院選で三重2区に伊賀市在住で団体役員の森口あゆみさん、三重3区には元四日市市議の伊藤正史さんを擁立すると発表しました。2人はいずれも減税の必要性などを訴えていて、維新は三重県内の小選挙区すべてに候補者を擁立したいとしています。